第55代 IWGP ジュニア王者ロッキー。怪我により長期欠場していたロッキーは 9.5 後楽園に突如乱入。タイガーマッチ I challenge you IWGP ジュニアヘビーウェイトチャンピオン。ロッキーでやらせてください。お願いします。アメリカインディーにおいてカリスマ的人気と実力を誇ったロッキー。そのロッキーが電撃的に GBH へと加入。そのまま IWGP ジュニア王者へと一気に新日マットを制圧することになる。 12.7 大阪において田口が挑戦。しかし Tiger Mask 4 to be my next challenger. I want the Tiger at the Tokyo Dome. The legacy of the Super Junior will die. Hey, 体調はどうですか？体調いいですよ。黄金の虎タイガーマスク。神戸では本当に完璧な負けですよ。あれはもう僕の負け。 IWGP っていうのは世界最高峰のジュニアのベルトだと思ってますから、これは本当に、自分にとっても正念場というかね、同期以上の強さというものをきっちりと見せて、その上で自分が頂点に立つ。Begins today. I told you, Tiger Mask, it was a matter of time. 新日本プロレス最大にして最高の舞台、東京ドーム。2009年最初の1ページに真の王者の名が刻まれる。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、王者ロッキー VS挑戦者タイガーマスク。去年7月、2年2ヶ月ぶりについにジュニアの王座につきました。上昇王者を宣言し、タイガーマスクは我々に猛虎伝説新章の幕開けを予感させました。しかしローキーによる襲撃に遭い、 9.21 神戸でベルトを失いました。完膚なきまでの敗北を味わったタイガーマスク、ジュニアのレガシーは終わりだ、そう語ったローキーに虎が怒りに打ち震えています。初代から4代目まで続く歴史あるスーパーヒーローは夢を与え続けなければなりません。お正月の東京ドーム、子供たちもたくさん詰めかけています。そのベルトを返してもらおうか。頂は譲れない。東京ドーム新春の正念場です。赤コーナー第55代チャンピオンロッキー選手の入場です。
かつてローキーは初代タイガーマスクに憧れていた、そんなことを話していたことがあります。くしくもリング上で待つは4代目タイガーマスク。ローキーの己の顔にかつて憧れたマスクはありません。しかし己の腰に譲れないベルトならあります。マスクは譲った、ただベルトだけは譲れない。 GBH に電撃加入し一気に駆け上がったジュニアの頂き、タイガーマスクの時代の終焉を狙う。はっきりとそう語りました。タイガーマスクのライバルとして、チャンピオンとして東京ドームに乗り込みました。第55代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン、ローキー。防衛か奪還か、いざ天下分け目、チャンピオンを決める戦い、始まりを告げる鐘の音が東京ドームにこだましました。いきなりいった、ドロップキック、ゴングとともにローキーがまずは一周、タイガーマスクに詰めかけていきます。リングの中央を持っていきなりキークラッシャー99を狙いにいく、いきなりだ、キークラッシャー99、いやー来た。山崎さん、奇襲攻撃にも程がありますね。いやもうロッキーの、ね、ドロップキックは本当に自分の体ごとぶち当たってくれるの、ね、ドロップキック、はい、そして今もうすぐにフィニッシュに行ったような、ね、本当に短期決戦を狙ってたんじゃないでしょうか。ロッキーのフィニッシュホールドをいきなり持っていきました。田口も12月7日田口ベルトに挑戦して敗れた、その田口もロッキーのそのパワーは半端ではない、侮ってはいけない、そんな話がありました。そうした中で鍵谷さん、はい、タイガーマスクとしてはどういったところに勝算を合わせていきたい。頭打ちましたね、ドロップキックで頭打ちましたか今。これもうタイガーね、足腰に来てますよこれ、いきなり最初のドロップキック、そしてキークラッシャー99、さらには場外でのドロップキック、まあ、この中でね、やっぱりタイガーはね、もう耐えに耐えてね、このやっぱり攻撃の中で隙をね見つけていくしかないんでしょうね。ちょっと足に来てますんでね、脳震盪を軽く起こしているような感じです。ちょっとふらついてますよね、はい、そうですね、今場外少しタイガーマスク脳震盪を起こしているか、ふらついているようにも見えます。場外での合戦、そして花道のところへ持っていきます。ローキーがタイガーマスクを引っ張り込んで、場外だ、花道で何をするんだローキー、チャンピオンのローキーがチャレンジャーのタイガーマスクに場外花道、ここではいかんでしょう、いや危ないです、危ないです、耐えろタイガーマスク、耐えた、危ない危ない、さあそしてそのままそのままツールストのパルドライバー、いやー返した柴田さん、はい、これはタイガーマスク返しましたね。さすがのタイガーもね、ここで食らったらもうジエンドだと分かってましたね、必死の反撃でしたね。なんとか起死回生、ツールストのパルドライバー持っていった、場外カウントは13-13まで進んだ、14-15、ローキーがのた打ち回ってますね、互いに脳頭を打つ形になりました。タイガーは上がった、ローキーは上がれるか、18だ、危ないぞ、さあどうだ、19、チャンピオンが敗れるのか、いや上がった上がった、さあどうでしょう山崎さん、今のツームストーンのパイルドライバーでほぼ互角、五分と五分に戻った、はい、はい、ダメージねお互い深いと思いますけれども、タイガーもちょっとね足元をしっかりしてきましたし、はい、互いにゴングとともに奇襲攻撃、さらにはタイガーマスクの起死回生のツームストーンのパイルドライバー持っていって五分と五分に持ち返していった。奇襲攻撃に遭い自らのベルトを奪われた、そのローキーに対し黄金の虎が怒りに打ち震えています。これでね振り出しに戻りましたからね、はい、ここからまた2人のね攻防ですね。もう手の内はタイガーマスク分かっている、ローキーにプロレスのイロハは通用しないんだ、そんな風な話がありました。そういった中でタイガーマスクが今までとは違うどんな戦い方を見せてくるのか、まずは蹴りでローキーを倒していきます。タイガーマスクロープへ振った、そのまま行くぞ、来たタイダルウェーブ、セカンドロープからの円錐切り。今ねローキーがねやっぱり狙ってましたよね、はい、じっと耐えてたんですよ ね、ねロープに振られるのをまるで待っていたかのように、そうですよね、はい、やっぱりそういう時はやっぱお互いにですね、はい、怖いんですよね。さあそしてタイガーマスクの後は持ち上げていくブレンバスター、高速決まっていく、入る、ナイ
します。